えー、それでは帝国になりましたようですので始めたいと思います、えー、まずは私から自己紹介させていただきますドット・京都レジストリーの京都情報大学院大学でドット・京都の管理運営をしております今井と申します本学ではドット・京都を社会教育事業と位置づけ府内の皆様を対象に年に数回 IT 関係のセミナーを開催し皆様に有益な情報をお届けしています本日は京都で最新技術のロボットを使って障害者の新しい仕事の機械創出を目指すロボット共生カフェ For the LifeCafe の事例をご紹介いたします私はこの取り組みに オープンイノベーションの関連で提携しておりますが IGF でご紹介できることは大変名誉で嬉しいことと思っています今回は発表の後に質疑応答を行いますので質問のある方はチャットを使って質問をあげてください最後に時間の許す限りお答えさせていただきます それではロボット共生カフェの皆様を順にご紹介したいと思います。向かって左から NPO 法人京都フォーライフの井上さん真ん中が京都府商工労働観光部ものづくり振興課の小高さん最後に株式会社経願で営業とデザインの仕事をされているデイリー・レイラさんです。 皆さん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ますありがとうございます。えー、それでは、N. P. O. 法人京都法ライフの。井上さんから自己紹介をお願いします。京都 N. P. O. 法人京都法ライフの井上です。えー、京都法ライフは。 障害者総合支援法に基づきまして知的身体精神等に障害がある方たちに京都府の最低賃金を保障して働く場所を提供して経済的自立を支援する事業に取り組んでます本 NP 法人が所在,すじゃ、えー、所在する地域特性を生かしてまして 地元企業と一体となって障害者が自信と誇りを持って働くことができる雇用会の拡大と就労移行支援を促進する取り組みです働くことを通して喜びを享受し障害者がよりよく働きよりよく生きることを寄与することを目的としておりますこの度のロボット共生カフェでは 外出困難な状況にある方たちに、特に重度の障害者がインターネットを介した遠隔のロボット操作によって将来的に仕事に取り組むことができないか、京都府と京都のロボット企業に相談したことから始まったプロジェクトです。井上さんありがとうございましたそれでは次に 京都府商工労働商工観光部ものづくり振興課の小高さんお願いしますはい京都府商工労働観光部ものづくり振興課小高でございますよろしくお願いいたしますまず京都府のロボット施策について簡単にご紹介させていただきますものづくり振興課では製造加工業などの府内中小企業をご支援しておりますが ゲームや映像などのコンテンツ企業やスタートアップ企業も支援するとともに先端技術の一つであるロボットの振興にも取り組んでいます日本は世界でも有数のロボット生産国として知られておりましたが近年海外勢が台頭しそのトップの座は明け渡してしまいましたがその地位を取り戻すべく2019年に軽版なロボット技術センターをオープンさせ 次世代技術の開発の支援、府内中小企業、スタートアップ企業などによるロボット産業への参入促進、ロボットによる社会の利便性、快適性などの向上に取り組んでおります。ロボット技術センターでの研究開発、実証実験の件数は720件以上となりましたが、最近では社会実装ステージに差し掛かる企業も増え、府内各地をフィールドにした実証を行っていただいております。 ロボット共生カフェにつきましては実際に営業中のカフェなどにおいて障害者が遠隔で接客や配膳を行う実証を実施し人とロボットが共生して働く場づくりを目指して取り組んでおりますはい、小高さんありがとうございました、えー、最後にロボット製作を担当された株式会社ケイのデイリー・レイラさんお願いします はい。よろしくお願いします。株式会社ケイガのデリレイラと申します。よろしくお願いします。弊社は2016年に京都府で起業したロボットスタートアップ企業です。Quick and Easy ロボット for everyone をミッションとしています。日本だけではなくアメリカ、ヨーロッパ、アジアからのメンバーがおり、お手電機メーカー出身者が中心となって開発、製造、販売を行っております。企業当初、 驚くほど簡単にロボットを作るモーターとして軽眼モーターを開発しましたこのモーターは大学や研究開発分野のお客様にご好評いただきましたその後工場の生産ラインで使用したいというご意見から搬送用ローラーや AGB といったモーターを使ったロボットなどを提供してまいりました2022年には自立移動ロボット軽眼アリを発売し 工場や倉庫レストランなどでお色くお使っていただいておりますユーザーの要望に応じ物を運ぶだけではなくコミュニケーションの役割も似合うことができるカス,タマイズのカスタマイズ性の高さを特徴しておりますはい、はい、ありがとうございます、えー、皆さんはロボット矯正カフェに取り組んでおられるわけですがどのような経緯で始められたのでしょうか こことの起こりについいいてご説明願願ままますすかか、ま、ずはは小高さんからお願いします、はい、障害者が在宅でインターネットを介してロボットを操作して仕事することができないかと井上さんからお電話で直接ご相談がありました同じ時期にたまたま軽犯な住人という座談会を行っておりましてこれは軽犯な学研都市の研究者や企業人同士の 知り合いの輪を広げていくことが目的の座談会ですがたまたまこの席上でもロボットの研究をされている研究者とリハビリ関連の施設運営をされている経営者のメンバーたちでロボットを使用してカフェの接客やコミュニケーションを支援できないかという話で盛り上がりましたこれらのことが重なりまして井上さんのお話も何とかしないといけないという思いでロボット強制カフェと名付けて プロジェクトをスタートさせていただきました井上さんがご相談されたのはどのようなことだったのでしょうか、はい、昨年すでに実用化されている遠隔操作でのロボットを活用したカフェの接客業務を視察させていただきましたしかしながらそこで使われているロボットが 認知力やコミュニケーション力に障害がある方には活用が難しいと思い重度の障害がある方たちが操作しているイメージが持てなかったんですそこで普段からご協力いただいている地元企業の皆様に私がイメージするロボットの開発について相談いたしましたその中で教えていただいたロボット技術センターに早速 電話連絡いたしました今でも覚えているんですがお問い合わせがあった時は要望にちょうど合うようなロボットを開発されている企業がなかったため正直できるのかなと思いましたロボット技術センターの連携企業であるケーガンさんとその時にロボットが人の生活になるというテーマでセミナーを開催していた関係でお願いしてみましたところ 既存の配膳ロボットをカスタマイズすることで引くべきでくださりましたのでお二方をマッチングさせることができました、えー、それでは本日ロボット共生カフェの実証実験でお使いになったロボットを持ってきていただいてますのでお見せいただけるでしょうか本日は実際に使ったロボットをご覧いただきますロボットを動かすパイロットの方はご自宅におられ カフェにあるロボットを操縦する方をパイロットと呼ばれていたんですね。今日は御社の方がパイロットを務めていただけるということでそれで会場の都合で飲食物は扱えないのでパンフレットを運んでいただくわけですが。 客席に誰も人がいないという <laughs>、えー、ロボットのデモンストレーションありがとうございますそのまま続けてくださいさて2月に実証実験を行われたわけですがその意義を教えてください井上さんからお願いしますはい、えー、心身に重い障害があり常に介護を要する方 難病等により日常的に医療対応が必要な方いわゆる引きこもり状態で外出が困難な状況にありながら就労を希望している方たちがおられますこのような方たちでも自宅からロボットの遠隔操作により働く機会を創出していくことができないか ロボット共生カフェの取りり組みにには将来的にも期待しております。障害者支援の業界で最新テクノロジーであるロボットを導入することはこれまであまりなかった試みです簡単な操作でロボットを遠隔操作して働くことができることそれが就労の可能性につながるかもしれないことを 障害者を支援する組織の方々にもっと知ってほしいと思います実証実験の際にロボットを操作された方はどのように選ばれたのでしょうか、はいえー、パイロットは地元で引きこもりの支援されている人たちを支援されている団体の方に相談して決めることができました。 実際のパイロットの方はパソコンやインターネットが大好きな方でしたのでぜひやりたいとおっしゃってくださいましたそのロボットの開発について教えてください私はロボットのことはあまりよくわからないんですけれども自宅から遠隔でロボットを動かすということと パイロットの人が手が不自由だったために操作しやすいロボットにしてほしいということでお願いいたしました操作が複雑だとロボットを動かせないのでできるだけ簡単にしてほしいということをお伝えいたしましたこのようなことを伺いロボットを掃除はキーボードなどを使わずフッタペルルを使うことを通しました パイ,ロットのパイロットが掃除しやすいように配膳するテーブルをつにしました。そして掃除を簡単にできるように開発を行いました。本日はその時に使ったフットペルを持ってきました。ここを足踏んでロボットを掃除します。弊社は、 弊社のメンバーがパイロットのご自宅に寄られお話を直接伺い要望を反映しながらロボットを改善していき,改善していきました障害者の方はそれぞれに違った障害を抱えていると思いますけれども個別の障害を抱えたパイロットに対応する難しさの例を挙げてください。はい、パイロットの方は、とても喜んでいただきながら、 操縦のトレーニングを受けられました弊社としては長時間の操縦でも疲れないようにユーザーインターフェースの改善を観点しております今後の課題はご要望に対してどこまで細かく対応できるのかと思いますえっと以前大企業ではできないスタートアップ企業だからできる 小回りりの良さががあるとおお聞きしておりますがどのようなことだったんでしょうか弊社は基本的な機能を最小限にした上でカスタマイズしながらお客様に最適なロボットを提供することを得意としておりますロボットを制作することを考えた場合ですけれどもパイロットの障害はさまざまだと思います 一から設計すると開発コストがかかると思いますけれども開発コストを下げるための工夫があれば教えてください、はい、弊社がこれまで提供しておりましたレストラン向けの配膳ロボットに基盤とし簡単に購入できるフットペルルを採用してコストを下げました。はいえー、このようなプロジェクトは 一回限りではなく今後も続けていかれると思いますけれども継続する上での問題点と改善方法について教えてください、はい、一番重要なことはどのようなロボットを使うのかのけ明確することですパイロットになる障害者の方々はさまざまな条件を持っていますさらにパイロットの掃除に慣れてくると 担当できるる業務を増えるためご要望はどんどんん変わります障害者の方々とコミュニケーションを取り,取りながらどういったシステムがいいのかを要件を定義し開発を必要なコストや時間を整理しながらロボットを進化させていきたいと考えました、はいえー、実証実験のポイントについてお聞かせいただいて たいいたと思いますす小高さんはいいカスタマイイズとと個性の発揮がポイントになるかと思いますまずカスタマイズについてですが完成品を改良するのでは手間も費用も分か,かるため既存技術パーツを組み合わせて時間と費用を圧縮し個別の要望にも対応することができます次に個性の発揮についてですが全部をロボットで自動にしてしまうと 開発の時間ももコストもか,かってしまいまいすしかし人が操作する領域とロボットが自動で動く領域をうまく組み合わせることで人ができないことをロボットが保管しロボットが苦手な動作を人が保管できる可能性も生まれてくると思いますそのようなことで人の個性が発揮できる温かみのあるロボットを皆さんと協力して作っていければと思っておりますなるほど。 すべてロボットでは行うのではなくて人とロボットが個性を発揮して共生していくということですねそれでは井上さんいかがでしょうかはい、えー、パイロットの方は今回の経験についてロボットを操作できて嬉しいもっと接客してみたいと大変喜んでおられましたまた引きこもりの状態にある方を支援されている方も 自分からやりたい意思を出してくれて驚きだしとても嬉しいと伺っていますそして実証実験での取り組みを通して今後障害者がただロボットを動かすだけでなくロボットを通じて人と触れ合う社会参加につながる自分で働き給料をもらって自立した生活を送ることに希望を持っていただく 社会もそれを当たり前に受け入れてくれればと思います。レイラさんお願いします、はい、弊社はこれまでロボットを作るという立場で活動してまいりました。エンジニアたちは最先端の技術を使ったロボットを作ることだけ,作ることだけに集中し,しがちです。しかし、今回のロボット共生カフェの取り組み数字、パイロットの方の 生きがいや働き代の高め高めるために私たちはロボットをどのようなデザインするかを考える大切な機会をもらいました、はいえー、それでは最後になりますけれども本プロジェクトに関する今後の展開について教えてくださいまずは小高さんからお願いしますはいものづくり ロボットのの開発の支援を継続していいきたいです連携先を増やすことも必要と考えておりまして福祉の部署との連携もそうですが府内の市など行政間の連携も広げていければと思いますのでそういった連携を増やしながら実際の福祉の現場ともつながればと検討しております同時に府内の企業にも取り組みを知ってもらい参画していただけないか広報活動も行いながら 取り組みを盛り上げていければと思っておりますレラさんお願いします、はい、これまで弊社が包囲している技術資産をもとにロボットを作成しました今後は弊社の技術力と機動力を生かしパイロットの個別の要望に応じてカスタマイズしたロボットを提供してすることで 障害者の就労,就労をつなげたいと考えております生産性の向上だけではなく全ての人々が生きがい働き,働きがいを持っているロボットを作り,作り上げたいって生き作り上げていき,、ま、きたいですはい、えー、最後に井上さんお願いしますはい 外出困難な重度の障害のある方に新しい仕事の機会の創出につながればと考えていますまず重度の心身障害者を想定したシステムのカスタマイズが可能かをえ検討させていただきたいです次に将来に向けてロボット操作のパイロットの育成技術開発システムづくりに 支援学校の生徒さんたちにもご協力をいただきながら一緒に取り組んでいければと考えていますロボットを活用して仕事をする障害者が自信と誇りを持って取り組むことを支えていけるようにご家族の皆様生活支援事業者等の連携を図っていきたいと思います最後に 連携先についても京都府さんがおっしゃいましたとおり連携先を増やすために他の障害者福祉事業所にもお声がけをしながらこの取り組みを広げていきたいと思いますえ実際に障害者がパイロットとして働いている様子を就労支援等に関わる方々に見てもらうことできっと意識が変わっていくものだと思っておりますはい。 えー、小高さん、井上さん、レイラさん、えー、本日は貴重なお話をいただき、ありがとうございました。えー、それでは、えー、質疑応答に移りたいと思いますけれども、あ何か上がってますか えーとチャットの方ではあの質問等は上がっていないようですけれどももし会場にいらした方の中で質問ございましたら手を挙げていただけますか。あ遠いあ あ,のありがとうございます。あのですねあの、ミギョンと申します、ベノンから来ました。えー、っとですね、ロボットの開発資金についてあのちょっと知りたいんですけども、このロボットをつく開発するのにいくらかかったかあの教えていただければ幸いです。あのまた、あの実は僕もロボットに関する研究をしているんですけども、あのですね、やっぱり開発は、あの、 まあ、コストは結構かかるからあの、まあ、もし企業をやりたい人とかにあのロボットに関する会社やってる人はあのコストを下がるのにあのアドバイスとかあの教えていただければありがたいです、はい、ありがとうございます,あいますあの技術的なことですので高橋さんお願いできますか ええと、ロボットの開発をしております、ケいガンと申します。えっ、ー、と、ご質問ありがとうございます。えっ、ー、と、開発に関して、まあ、どれぐらいの評価がか,かったかという、あの、ご質問ですけれども。えっ、ー、と、まあ、弊社の中ですね、き、期間でいうと、大体三年から五年ぐらい。 の期間を要しまして、えー、開発をしてまいりました。あのたくさんのあの方々にご協力いただきましてあの作り上げたものなんで、えっとこう金額はいくらっていうことはちょっとなかなか申し上げにくいなっていうところでございます。えっとコストダウンをこうしていくためにっていうお話。途中で翻訳してあえっと翻訳大丈夫ですかね。 スタートアップ、われわれと同じようにスタートアップを目指されているというところです。あのできる限りシンプルなあのものを使っていって、えー、皆さんのお役に立てるようなあのロボットを作り上げていければ、あのコストがこう下がっていって、社会的にもこう普及していくのかなというふうに、われわれとしては考えております。お答えになってますでしょうか。 はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、他にご質問の内容ですので、本日はこれで終了とさせていただきます。皆様、どうもありがとうございました。